フレット・ヘルマン・ヒルデブラントはアメリカ合衆国の政治家。所属政党は民主党、連邦下院議員やサウスダコタ州下院議員を務めた。ヒルデブラントは1874年8月2日にウィスコンシン州ワシントン郡ウェストベンドで生まれた。同州フォンデュラック郡オーバンの公立高校を卒業後、1九百年にサウスダコタ州、 ウォータータウンに移り、シカゴノースウェスタン鉄道に入社。1932年に会員議員に選出されるまで同社に勤務しながら、サウスダコタ州会議員、サウスダコタ州狩猟漁業委員会委員長などを歴任した。1932年選挙に民主党から出馬して当選し、以後参戦を果たした。 1938年選挙で上院議員選挙に出馬するも民主党予備選で落選した。1940年大統領選挙ではフランクリン・ルーズベルト候補の選挙人として出馬するも共和党のウェンデル・エル・ウィルキー候補の選挙人団に敗れた。1942年には下院議員選挙に出馬したが共和党のカール・ムントに敗れている。政界引退後は サウスダコタ州、ウォータータウンに移った。1956年1月26日、フロリダ州、マナティ郡、ブレーデントンで死去。ウォータータウンのマウントホープ墓地に埋葬された。ありがとうございます。